はい、スーパーグッドバイブスサーキット2ついに終わりました。終わりました。いやー楽しかったっすね、うん、はい、あっという間でしたね。なんか僕気づいたんですけど、ツアーをすると老けるのも早いんじゃないかな。時間が経つのがすごい早い。めっちゃ早い。確かに。あっという間だったもんね。21本もやったんだよ、ね、なんかツアーを待ってる方が長い。あ、そうだね。いやー、よかった。やっぱ GVC はいいっすね。楽しいな、うん、なんかこう、ファンとの何かを確かめ合うというか、うん、なんかそういう感じするなって、うん、あと、ディストリップがとりあえずバカになる。やばい。だからツアーをやるんですけど、後ろに行くんですけど、どんどん MC 来てるからね。今日はひどかった。今日はひどかったね。ひどかったね。ね、まあ、主に言うだけど。まあ、あれはね、うん、まあね、あれは事実だから。あれは。あれはね、福岡のみんな あの心の中だけ、ね、しまっといて。あれの後のクラシックオペラ。複雑なんとも言えなかったな。そうですね。いやでも絶対また、行う、ツアーだと思うんで、うん、次のナンバリングなんかをね、想像しながら予想してもらって、ね、予想して次このタイトルで来るだろうみたいなことね、想像してもらいながら待っててもらえたらいいなと思います。これからも、いろんな、情報がねまだまだ待ってるストリップなんで、そっちの方も楽しみにしていてください。そして七夕ですね、待ってます。一般発売されてます。ありがとう。それでは